獅子を助けるユウェイン教ユウェイン教は、アーサー王伝説に登場する円卓の騎士。発音については、イウェイン、オワイン、イーバン,イバン、イバン、などを採用しているものもある。モデルとなった、歴史上の人物であるユウェインは、アーサー王より、前の時代に生きた人物であり、ウリエンス王の息子で、6世紀末に、イングランド軍を破ったとされている。アーサー王伝説においては、 ウリエンス王とモーガン・ルフェイのことされることが一般的。アーサー王にとっては老いにあたる。元の起源はケルト系でありかなり古い部類に属する。また、兄弟に同盟のユーウェインがいるため彼と混同されることもある。よく知られたものにクレティアン・ド・トロワの書いた詩物語がある。このテキストにおいてはユーウェイン教は ある決闘で騎士を一人殺してしまう。ここで、ユウェイン卿は、自身が殺害した騎士の妻、ロディーヌに恋をしてしまう。ロディーヌにとってみれば、ユウェイン卿は亡き夫のあだなので当然のことだが、ユウェイン卿の愛を受け入れられるものではない。そこで、この物語の見せ場の一つであるが、ロディーヌの妹、リュネットによる巧妙な説得により、ユウェイン卿は、 ロディーヌとの結婚に成功する。しばらくは、ユーウェイン教は安楽な結婚生活を送っていたのだが、いとこのがアウェイン教の説得により、再び冒険の旅に出発することを決意する。この際、ユーウェイン教は、ロディーヌに、必ず一年以内に帰ると約束するが、結局、ユーウェインは、約束を守ることができなかった。 激怒したロディーヌは遊泳教を拒否するので、悲嘆にくれた遊泳教は、当てのない旅に出ることになる。旅の途中、遊泳教は、オロチと戦っている獅子を発見する。遊泳教は獅子に加勢するのだが、これに恩義を感じた獅子は、遊泳教と行動を共にするようになる。一エ遊泳教は、獅子の騎士あるいは、獅子を連れた騎士と呼ばれるようになる。 この後、しばらく各地を旅したユウェイン教は、再び、リュネットのアジュツによりロディーヌの怒りを解いてもらい、妻であるロディーヌと共に生活していくことになる。ありがとうございます。